多くの人形も配置したクリスマスの山部屋の隅に置かれたクリスマスの山。木の根で作られた岩山に鉱山の入り口があり、その前に高坦場面が飾られている。クリスマスの山はドイツ語ではバイナハツベルクと呼ばれ、クリスマス時期に屋内に設置さるエルツ山地の風景の模型である。この山地はドイツとチェコ共和国間にあり、この地方ではウィンケル、 または、クリスマスの隅とも呼ばれている。通常部屋の片隅に、それを飾る棚のような木の隅を置いていて、そのモチーフである高端場面に基づいて作られる。中央エルツ山地地方では、山はしばしば形の良い根から作られ、それは次に苔で覆われ、そして綺麗に装飾された。ベビーベッド、狩猟、採掘のモチーフ、その他地元のテーマが表示される。 使用される人形と機械類は、可動式に設計されていれば、機械式に駆動された。クリスマスの山は、18世紀の地下鉱山に起源があり、それは単なる採掘のモチーフであった。そしてクリスマスのモチーフは19世紀に追加されて、19世紀半ばからは、クリスマスの山や隅にも多くの人形が装備された。これは貧しい人々にとっては、 比較的高価な彫刻された人物の安価な代替品であった。エルツ産地の生きた文化的資産としてほとんど失われてきたが、最近、クリスマスの山やクリスマスの隅は再び人気が高まり、個人の家庭に戻るようになってきた。2008年にシュニーベルクの工業民営博物館でクリスマスの山々の特別展が開催された。ありがとうございます。